サラのマングースは、哺乳孔猫目マダガスカルマングースかサラのマングース属に分類される、食肉類。マダガスカルと北東部固有種体長25から35センチメートル。尾長が16から25センチメートル。体重0.6から0.8キログラム。毛衣は褐色。黒や炭鉱褐色の体毛が混じる。イジドールジョフロはサンイコールティレールによって、 1837年に、ワオマングース属の構成種ゴリディアユニカラー及び、ゴリディアオリバケアとして記載された。現在、ワオマングース属は、ワオマングースゴリディアエリゴンスのみの一族一種である。なお、この時の種小名ユニカラーは五色であり、後日ジョフロア・サンティレール本人の中期と訂正表によって、コンコロオールに訂正された。1865年、イギリスの動物学者、 ジョン・エドワード・グレーは、ゴリディア族のア族として、サレノワア,ア族を設け、コンコロールとオリバケアをサラノ・マングース族に分類した。1882年、イギリスの動物学者セント・ジョージ・ジャクソン・マイバートもまた、コンコロールとオリバケアを、ゴリディア族から分け、別のヘマゲリディア族に分類したがサレノワアとは、記載しなかった。1904年、アメリカの動物学者パーマーは、 女書インデックスジェニラム・マメイリアムの中で、この種の属名としては、サレノワーが適当であると述べている。動物学者、グラバー・モリル・アレンは1939年、サレノワー・オリバケアとエスユニカラーの2種として、記載しているが、1972年に、ローランド・アルビニャックは単一の種であることを認め、サレノワー・コンコロールと記載している。2010年、サラノ・マンス属2番目の種として、 ダレルズ・ボンチラ・サレノワ・ドゥラライが記載された。タウリンに生息するが、ヨシワラに生息することもある。単独もしくはペアで生活する。中高生で、夜間になると地面に空いた穴や軌道、樹状などで休む。食性は雑食で、昆虫、カエル、小型哺乳類、果実などを食べる。繁殖形態は耐性。主に夏季に1回に1頭の幼獣を産む。 4年9ヶ月の飼育記録がある。生息地の破壊により、生息数は激減している。注釈出典。ありがとうございます。